ついにこの日がやってきてしまいました。誕生から37年間、たくさんの人に笑顔を届けたシャウエッセン。国民的ウィンナーとして、いい横綱相撲を見せてくれました。シャウゆかりの人々が次々とハサミを入れていきます。続いて壇上に上がるのは日本ハム関係者。開発メンバーは感極まってしまい、なかなかハサミを入れることができません。まさに団長の思いと言えるでしょう。さあ、いよいよシャウが新しいエコなシャウに生まれ変わろうとしています。プラスチック使用量を 28% カット。これは大きな挑戦です。今日をもって食卓だけでなく地球も笑顔にしていこうというシャウの新たな門で、決してさよならではありません。ここから始まっていくのです。ついに時代が動きました。改めまして、はじめまして、シャウエッセン。さあ、新しいパッケージへ。